リハビリテーションと言いますと拘束後のリハビリなんか思い浮かぶと思いますがこのがんリハビリテーション第一人者であります慶応のリハビリテーション科の准教授辻哲也先生にがんリハビリテーションの話をお願いしたいと思いままます。す。す。辻辻先生どううぞよろしししくお願いいいたごご紹介ありがととざいますあの慶応の辻と申します。 えとおそらくこのセミナーでリハビリテーションが紹介されるのは初めてかなというふうに思うんですけれどもあの膵臓がんのみならずそのがん医療とリハビリってなかなかこう結びつきがなんでがん医療のリハビリが必要なんだろうって思われる方は多いかなと思いますのであの本日は外量、えー、において、まあ、リハビリテーションってこんだけあのその寮生活の質を高める上でとても重要なんだということをご理解いただければというふうに思います。 これはがん2015年問題を示したグラフなんですけれども2003年現在5年未満のがん生存者は、えー、と5年以上のがん生存者合わせて298万人それが2015年今からあと2年後ですけれどもには500万人を小す時代になってくると。 これはあの、まあ、生存率、様々ではありますけれども、まあ、全体、えー、平均すると、まあ、少なくとも半数以上の方が助かるようになってきて、また進行がんの方も、がんと共存しながら広域のある期間というのが、がん治療の進歩とともに長くなってきていると、それから段階の世代の方々が高齢人口に入ってきていると、えーまあ、がんはあの高齢者が罹患しやすい疾病ですので、さまざ、あ、まな原因が、えー、理由というふうに言われております。 がんそのものであるとかがんの治療でさまざまな体の障害が生じるわけですけれどもその障害の軽減そして ADL というのは日,日常生活動作ということなんですけれども日常生活しっかりこうくれるようにその改善目的としたからの2波の施設っていうのは、まあ、ますます増えていくだろうということが推測されます。 で、癌のリハビリを考えていく上で、ま病気別に目的を分類するということがよく用いられます。ま癌が発見されて、まだ治療が始まる前、後遺症も合併症もない時代ですね。まこういう時から予防的にリハビリを行うことによって、ま合併症は後遺症を軽減するとま、手術の前のあの呼吸、リハビリテーションなどはこれにあたります。 そして治療が開始されてがん自体は完治したけれどもさまざ、あ、まな障害が残ってしまった患者さんに対するまあ回復的なリハビリテーション、まあ、通常リハビリというとあのそういうことをイメージされる方多いかなというふうに思いますそしてがんに特有なのがこの維持的緩和的で、えーまあ、が癌が再発転移などでがん、えー、と戦われている方としかしまだあのお元気で、えー んとしっかり叩かれた方のリハビリ、維持的なリハビリ、そして余命が半年前に突入される末期の患者さんに対する緩和的なリハビリと、あらゆる病気に必要というふうに言えます。ここでいう緩和的というのはあくまでがんに反の概念で、先ほど林先生の方からもご説明ありましたけれども、緩和ケアはがんと診断された時から始まると、それと混同されないようにご注意ください。 リハートの対象となる障害ですけれども大きく分けてがんそのものの障害と治療の過程において生じる障害に分けられますがんそのものの障害としては、まあえー、原発性の骨腫瘍骨の腫瘍やそれから骨の転移ですねそれで痛みとか骨折が起きたりそれから脳腫瘍それから脊髄腫瘍、えー、脊髄の転移などで、まあ、いろんな麻痺であるとか神経の症状が出てきますまた腫瘍が直接その慢症神経を巻き込むによってにも、まあ、いろんな神経の障害が生じます それから治療の過程において生じる障害としては、まあ、抗がん剤、放射線の治療中やその後とていうのは、まあ、どうしても、えー、安静化症になりがちだとそうすると肺葉症候群として、まあ、筋力が低下したり、まあ、体力が落ちてしまうそれからあの胸やお腹の手術ですねで手術の…えーっと 後といいううのはどどしてもが、えー、合併症肺炎などが起きやすいとそれから乳がんの後では、まあ、肩の問題あとでまたご説明しますけれどもそれから舌がんや喉頭がんでは飲み込みやしゃべる、えー、ことの障害それから腕とか足の、えー、骨や筋肉に生じたがんそれから抗がん剤による、まあ、いろんな副作用、まあ、これらが、えー、障害の対象,、えー、対象となります。 まあ日本ではなかなかがんリハって一般に広まってなかったんですけれどもそういう中でがん対策基本法が成立したのがまあ大きな追い風になりましたこの中では基本的な施策の一つとして、まあ、がんの患者の療養生活の質の自向上これが国のでまあしっかり進めていく法律として定められたわけですそしてがん対策基本計画が、えー、開始されて、まあ、症状緩和と精神知り目に対する緩和ケアと身体活動面についてはリハビリテーション、まあ、それを国としても取り組むということが、えー、始まりました その翌年から国の事業としてがんのリハビリテーションのワークショップキャリアというのが始まってこれによってがんのリハビリテションに携わるスタッフの人材育成ですねそのための研修会というのが始まってこれは現在でも続いております今まで5000名余りの方々が受講されていますそのような中で2010年度の診療報酬改定でがん患者リハビリテーション料というがんの患者さんにリハビリを行うことによって診療報酬算定ができるということが始まりました それによってまあ入院中のがん患者についてはリハビリを行うことがとてもあの要因になってきたということがありますそしてガイドラインについてなんですけれどもがんリハについてもガイドラインが おかげさまで今年の4月に刊行されました金原出版から出版されておりますまた今後の管理派の方向性を指し示すようなグランドデザインですこれは非売品なんですけれどもこちらの URL からアクセスしていただくと PDF ファイルとしてダウンロードすることができますそのようなことでガイドラインができたりそれから診療報酬算定が新たに新設されたりということで一般のメディアでも取り上げられることが増えてまいりました であのえー、最近だとちょうど1か月近く前ですけど、まあ、朝日新聞の朝刊でガニ派取り上げていただいております。 1えまあ一つの学問分野がこう発展していくためにはまあ基礎研究や臨床研究これはとてもやる必要がありますしまあそういうものを取りまとめたエビデンスに基づいたガイドラインを作成しまあそのガイドライン準拠したえ研修を行って人材育成に努めてそういう質の担保された人材が実際の臨床に当たるとでまたいろんな疑問点をリサーチに生かしていくというようなが好循環で発展していくためにはとても大事と思うんですけども。 ガニハのワークショップが開始されておりますしガンカチャリハビリテーション料というのは実際臨床行いで追い風になっていますまたガイドラインが策定されたりまあ、様々な研究班も今あの。 いろいろ走っておりますし関連の学協会でもシンポジウムでがんに取り上げられることが増えてきましたちょうど今週も今週か先週ですかねがん治療学会でもがんリハ関連のシンポジウム2つ企画されておりましたさまざ、あ、まな官民挙げての取り組みというのが今進んできておりますここから少し格論的にお話したいんですけれども えと一つはやはり手術期では呼吸リハビリテーションですね、えー、胸を開ける手術やお腹開ける手術、まあ、これは膵臓がんに関わると思うんですけれども、まあ、手術の前から関わることで、まあ、手術の後も早期から関わって合併症後遺症を軽減するような取り組みというのはとても大事です。 また、頭計部のがんではこれは舌がんの方ですけれども舌、まあ、を切除したときにはどうしても舌の肥弁といって腹直筋など他のところから、えーえー、持ってきてそれであのこういうふうに機能再建されるんですけれども、まあ、動きが悪くなってしゃべることや飲み込みが悪くなりますまた副神経という肩、えー、首にある神経ですねそれをどうしてもダメあの手術の操作によってダメージを受けてしまうことが多いので肩の挙上が悪くなったり あと口頭摘出したような方では喉頭がんの方ですねあの声帯が取られてしまうので、まあ、声が出なくなりますそうすると大音声訓練というような、えー、こういう、えー、訓練が必要になりますしまた骨のがんですねの場合には切断する場合もありますし、まあ、人工関節を入れる場合もありますので、まあ、リハビリが必要になりますまた脳への腫瘍であるとか脊髄の腫瘍であるとかそれでもいろんな手足の麻痺などの神経症状が出ますので、まあ、リハビリが必要になってきます また乳がんでは胸の手術で胸を切除したりそれから液化のリンパ節を覚醒したり脇のところのリンパ節をするとどうしても肩の居上の問題が出てきますまたリンパ節を取ると、まあ、手足のむくみが出ますねリンパ浮臭ですけれども、えー、そういうことについてはま専門的な対応を行って負傷、まあ、を軽減していくことが大事ですまた進行が巻きの方でも様々な意味でむくみが出ますけれども、まあ、このリンパ浮臭へのテクニックを応用することができます また、えー、脊椎への転移ですねそれから腸管骨、まあ、手や足の骨への転移した場合にはどうしても骨折するリスクがありますので、まあ、骨折を起こさせないような動作指導とか。 痛みを軽減する動作の工夫などが必要になってきますしまた化学療法や造血幹細胞移植骨髄移植ですねどうしてもあの安静芽症になりがちですのでリハビリが必要になります、まあ、その中で放射線化学療法中のあと最中やあとというのは元祖、まあの後とか治療の副作用で痛み吐き気全身倦怠が出ます、まあ、食べられなくなると栄養状態が悪くなって寝られないと。 であの骨髄の機能が抑制されれば、えー、隔離されし,しなくてはいけなくなりますそうするとどうしても隔離病棟の中で過ごすということで、まあ、心理的な問題も出てきます、まあ、合唱がちになってしまいますけれどもリハビリの立場からすると不活動の悪循環で肺痘症候群筋力が低下したり体力が落ちてしまうということに陥る恐れがございます、まあ、実際手術放射線化学療法治療外の患者さんの,の7割は、まあ、疲労感運動能力の低下を経験したりとかがん治療終了後の生存患者の3割は、まあ、何年も体ます 力持久力の低下を経験していると、まあ、そういう報告がございます。 その中でそういう全身の倦怠感病気によらずがんの数はとても生じやすいわけですけれどもキャンサーリエイテルファティーグ CRF というふうに言われることが多いですそれには運動療法がとても重要というのがさまざまなエビデンスがありガイドラインでも推奨されています同じ動作をする時にも身体の機能が落ちていると必要なエネルギーというのは増えてしまうわけですねそうするとあの疲れやすいとで疲れやすいともうあの疲れちゃうからあまり動かないということで まああの疲れて動かなくなると余計に体の機能が落ちるって悪循環に陥ってしまうわけですねですのでまあ運動をすることによって身体の機能をまあ維持向上させるとそうすると同じ動作をするときもあまりこう労力がかからなくなれば倦怠感も軽減すると、まあ、そういう理屈ですまた運動することによって気分転換も図れるのでまあ精神的な苦痛も軽減して QOL 生活の質も向上するというような報告もたくさんございます ここが大事なんですけれども治療中から開始されると効果が高いとどうしても治療の後こうあと体の機能をよく、えー、あ全身状態が良くなってから開始した方をするというふうに思いがちなんですけれども、ま、治療の最中から、まあ、あのリスク管理をしながら、まあ、少しずつ体を動かしていって、まあ、運動の習慣をつ,つけていくとそれがあの治療終わった後もこういう、えー、身体機能を低下させないで倦怠感を生じさせないためにはとても大事ということです。 で運動の内容は特別なものはなくって、まあ、有酸素運動という、まあ、ウォーキングとか、まあ、自転車呼吸ですねそれからデジタルトレンド筋トレえそれを行っていくとで特に治療中は、まあ、あの低いレベルの強度と持続時間、えーまあ、リスク管理しながら、まあ、担当医とも相談しながら運動習慣をつけていくとそれがとても大事ということです、まあ、実際ガイドラインでもあのそのようなことがとても大事だということが推奨されています。 まあこういう時期にはいろんなリスクございますけれども、まあ、運動することによるベネフィットもたくさんあるとですので、まあ、それを点秤にかけてあのバランスをとってあの行な運動していくということがとても大事というふうに思いますまた進行がん末期がんの患者で、ねまあ、治療がなかなか難しい患者についてもリハビリは必要です えーまあ、この時期のリハビリの目的としては嫁の長さにかかわらず患者さん、その家族の要望ディマンスを十分把握した上でその時期におけできる限り最高のエ d l を実現するということで、まあ、どうしても医療というのは医療者側のニーズが優先されがちですけれどもやはりこういう時期は患者のご家族のご要望それを受け止めて、まあ、チームで一緒にそれを叶えるためにはどういうふうに方策を組んでいけばいいかということを考えていくということが大事です。もうちょっとと具体的にお話しすると 一つは楽に休めるように疼痛・苦痛を緩和する、まあ、症状緩和的な、えー、対応それから痛みや筋力低下をカバーする方針として医療が下がると、まあ、残された能力をこうぐっと高めていくことはなかなかこういう時期だと難しいと思うんですけれども例えば痛かったら痛みを生じさせないような動作の工夫をしたりとか、まあ、筋力低下があって膝折れがするから動けないという方であれば適切な補装具ですね歩行器とか杖とか手すりだとか、まあ、そういうものをあのアドバイスすることによって残された能力を生かしてあの。 歩行能能力ととか日常生活を向上されることは可能と思いますまた治療がまだ続けられている精神的な援助を行うと、まあ、どうしてもあの、えーまあ、落ち込みがちだと思うんですけれども、まあ、リハを行うと、まあ、リハビリというのはポジティブな治療ですので、まあ、達成感も得られるし気分転換も分かれるとこう,う、まあ、とこういう心理心理的とこうええ炎するんですけれども、まあ、そういうような役割というのもこの時期にありかなというふうに思います。 今まで現病のがんの予防治療これに焦点が当たりすぎていた日本のがん医療ですけれども身体活動面のリハビリそれから心のケア症状緩和中止とした緩和ケアとか栄養管理や口腔ケアそれから社会復帰の支援こういうサポーティブなケアをしっかり行うことによって患者の QL o を高く保っていくことができるんじゃないかなということで今いろんな活動を推奨しておりますであの慶応病院ではリハビリ部門というのがあって まあ、そういうい中でがんプロフェッショナルのような、えー、ことで、まあ、リハの専門職を育てるような、えー、取り組みを行ったりあとがんリハ外来ですねどうしても入院治療入院のリハビリに特化しがちなんですけども、まあ、自宅で療養している患者さんについても、まあ、いろんなあの体の障害生じたりとか、まあ、困っている方々もたくさんおられますので、まあ、ここに挙げましたような目的でがんリハ外来でもあの、えー、治療を行ったりしております。 そしてあの,今日のお話、もうちょっとあの勉強してみたいという、えー、方いら、おられましたら、がん情報サービスのがんと療養シリーズですね、まあ、この,の URL からアクセスしていただけてると、まあ、PDF ファイルとしてダウンロードすることがあできますので、あっ、いっちゃいましたねあの、えー、ご覧いただければというふうに思います。よいしょあ、あちちょっととゃいいました。すみませんしあと最後に、よいしょ これが、K、慶応のコンパスという医療研究情報サイトで、少し細かい、詳しい内容であの患者さん向けのサイトになっていますので、ここでもがんリハビリ取り上げておりますので、ご覧いただければと思います。えっと、医療者向けには、ここに挙げたようなあの参考図書ありますので、併せてご覧いただければと思います。ごごあありりががととううざざいいまましした。た、えー。辻先生、